虎ノ舞踊の時間です。近代の宮下文書超超超考察、国が弾圧した富士文献は暗号化された超重要な書物だった。今回からは宮下文書に隠されたヤバすぎる謎を徹底的に深掘りしていきます。宮下文書の内容部分の超超超考察、いよいよスタートでございます。これまでは宮下文書の暗号を解読するっていう内容は、まあ、YouTube にはまず存在しませんまあそうでしょうね。研究してる人もめちゃくちゃ少ないと思うので、まあ、かなり貴重な動画になるかなと思います。まあ、その分内容もねディープかつかなり複雑な内容になるかなと思うんですけども、まあ、ノリで見ても楽しめるようにお分かりやすくポップにお伝えしていきます。あらまそれでは早速封印されし宮下文書の謎を徹底的に解き明かしていきましょう。世界の中心、趣味戦から始まる宮下文書の謎。宮下文書の冒頭っていうのは、まあ、神話にありがちな、まあ、天地創造のシーンっていうのは一切描かれませんでしたね。そうやね。で、いきなり大陸が存在してるし、で、そこに、ね、人も神様も住んでるよっていう、そういうシーンから始まると。で、宮下文書の冒頭は、天の世七代っていう、七代にわたる神々の時代が描かれ、まあ、その神々っていうのはもう今で言う。ユーラシア大陸の中央部で普通に暮らしてた。この天の世七代の神々は趣味線と呼ばれる鉱山に住み、この趣味線を囲むようにして4色の人種が4つの州に分かれて暮らしていました。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、神々が住む趣味線を中央として、東に赤い人が住むエリアがあり、西に白い人、南に黒い人、北に青い人が暮らしていたとされてるんです。さらに東に住む赤い人は東洋、北に住む青い人は北洋みたいな感じで、まあ、北とか東ね、色は人種とともに方角も表してたみたいなんです。これちなみにこれは陰陽五行思想の考えにめちゃくちゃ似てて、こんな感じで比較すると、まあ、西以外の色は違うんですけども、陰陽五行思想の趣味線の4つの州も色と方角を表していることが分かりますよねと。そうやね。それではこの神々が住む真ん中、ね、この趣味線に位置する色は何色になるのでしょう。なんとね、陰陽五行思想の考えでは、この中央の色は黄色なんです。おー黄色なんやね。黄色、そして4つの方位の中心やからね。この黄色っていうのは陰陽五行思想ではね特別な意味合いを持つんです。そうなん、中国は昔からこの色がめちゃくちゃ大事。でこの真ん中の色は世界を滑る皇帝、皇帝を表す象徴的な色だとされてるんです。あらららららめっちゃ大事、世界を滑る色です。中国人の始祖ともいえる始まりの皇帝、皇帝の名前に黄色っていう文字が入ってるのも陰陽五行思想から来ているということなんですよ。なるほど。だから宮下文書に記される趣味線と、それを囲む4つのエリアもね、陰陽五行思想と同じく色と方角を表しているので、その中心にいた神々とはつまり、はい、黄色の肌の人たちやったっていうことなんですよね。これもしそうだとすると、当時の趣味線には神と崇められる黄色の人種がど真ん中に君臨して、はい、その周りに住む4色の人種を統治していたよってことになりますよね。そうやね。さらにね、天の世7代の神々の名前を見ていくと、1代目は峰、つまり山の頂から火が吹き出していることを表し、2代目はその火が高いところまで打ち上がってる様子、3代目がその火が大地に落ちてる様を表しているようですよねと、はい、宮下文書の解説動画ではこれはかつて起こった火山の大噴火を表してるんじゃないのっていう話ですよね。そして噴火の後に木が生えて、草が生えて、高原が広がって、そこに社を作ったっていう歴史がこの神々の名前からわかるわけですよ。大噴火の被害に遭った人々は、ね、豊かに暮らせる場所を求めて大移動して、趣味線という豊かな場所を見つけたのかもしれませんよね。そしてね、ここでやっぱり気になるのが、天の世七代の神々が進んだ趣味線という鉱山の名前ですよね。まあ、正確に言うと、宮下文書では須弥山禅と記されてるんですけども、これは古代インドに伝わる聖なる趣味線をモチーフにしてるわけですよ。でこの趣味線っていうのは世界の中心にそびえるとてつもなく巨大な山とされており、その世界観はヒンドゥー教、仏教、バラモン教などに共有されてると、でこの趣味線は別名スメール山と、ね、スメールといえばねシュメールを連想させますよねと。そうやったね。ちなみにシュメールっていう発音は普通しないんですよ、日本だけ。あ、そうなんや。世界的に見ると一般的じゃなくて、スメルとスメラと言われてるんですよね。なるほど。日本も戦前はシュメールのことをスメルとかスメラって呼んでたんですけどもね、天皇を意味する言葉にスメラミコトっていうのがあるから、はいはい、まあ、皇室とシュメールを結びつける、まあ、日中同祖論みたいなのが流行ってたんですよ。だからスメル呼びがこう戦後に禁止されるっていう。はあ、禁止されてシュメール。そうだから世界でも何っていう特殊なシュメールと呼び方になったわけですよ。へえ、そうやったんや。そう、だから都市伝説で有名なこの日中同祖論っていうのは戦前から存在して、まあ、戦後に呼び名を変えられたっていうね。はあ。そしてシュメール人といえば世界最古の文明である
メソポタミア文明の起点となったね、うんうん、シュメール文明を生み出したそういう民族でしたよね。彼らはなぜかね、世界最古の文明やのに現代に匹敵する天文学の知識とか、うん、高いレベルの建築技術、うん、ウルナム法典っていう法律も存在して、はいはい、ビールとか飲めたんですよそうやった、そうやった、すごくないかなんで世界最古の文明でここまで発展すんの、シュメール人って何者って感じなんですけども、うん、その存在未だに謎に包まれていると。未だに謎で、このシュメール人は世界的に見ても使う人が少ない膠着語を話しており、当時のメソポタミア地域にはシュメール人以外に膠着語を話すっていう民族がいなかったことから、うん、いやこれ突然現れて文明築いたんちゃうのっていう謎の人たちみたいに言われてると。でその後のシュメールっていう国は別の民族に滅ぼされるんですけども、まあ、シュメール人自体は皆殺しにされた形跡とか言語を規制された記録もないので、うん、まあ、どっか行ってしまったと、まあ、パンとパンと、これまたどこに行ったのかもわからんっていう徹底的な謎民族なんですよしかしね、先ほどもお伝えした通り、シュメール人も日本人も、うん、世界的に珍しい膠着を使うという特徴を持っていることや、はい、シュメール人の伝説自体にこのシュメール人は東の地からやってきたんだよっていう、そういう伝説がしっかり残ってるんですよ。はいはい、で、三種の神器とヤマタノロチ的エピソードの共通点があったり、皇族のマークである十六皮膚家紋が、まあ、シュメールでも見られることから、日本とシュメールっていうのは何かしらのつながりあったんじゃないのっていう、もしかしたらシュメール人がやってきた東の地とは日本のことではみたいなことが戦前から大真面目に研究されてきたわけですよ。実際どうなのかと。それでシュメール人がメソポタミア地域にやってきた5500から6000年前といえばどんな時代か、うんうん、縄文時代が最も栄えた、うん、縄文時代中期のタイミングと被るんですよ。はいはいはい、ここが重要ポイントなのよ。ね、スワシリーズでもお話してきましたけども、うん、まあ、縄文時代の技術って本当にすごくて、うん、まあ、古代エジプト文明を感じさせるような超クオリティの土器なんかももう5000年以上前に作られてると。つまりシュメール文明が始まった頃の日本にはすで、うん、に縄文時代全盛期ぐらいの文明が存在してたということなんですよ。この日本とシュメールに交流みたいなのがあってもおかしくなかったんじゃないかとね、うんうん、まあ、その証拠に日本各地で見つかる石文字ペトログリフにはシュメール古説文字が刻まれていることが多いし、はいはい、めちゃくちゃ見つかってると。このペトログリフから見ても古代日本人とシュメール人の交流絶対あったよねっていうことがもう確定してるんです。しかしね、以前にも話した通りね、日本にはペトログリフ研究の専門家ほぼおらず、うん、国からの援助も一切ないので、まあ、詳しく調べられてないし、調べてても認められない。そしてこのシュメール古説文字が刻まれたペトログリフが多く見つかってるのがなぜか、うん、九州地方なんですよ。シュメール人がもし本当に日本に来てたとしたら、うん、まあ、台湾から北上してきたか、うん、まあ、対馬ルートを通って九州に上陸するっていう、まあ、どっちみち九州にたどり着くっていうね、うんうん、そっから移動してた可能性があるということですよね。そうやね。それではね、まあ、九州にあった縄文文明と中東のシュメールっていうのは、うん、まあ、どのようにして接点を持ったのでしょうか。そもそもね、まあ、東北のあたりでのこの縄文文化っていうのはめちゃくちゃ盛んやったのに、うん、まあ、九州の縄文文化ってあんまり聞かないですよね。あんまり聞かないよね。特殊な土器とかも大体東北から見つかるやんか。でもね、縄文時代の九州にも東北以上の文明があった可能性があるんですよ。あららら。でもその証拠は全然残ってない。出ない。それはなぜなのか。うん、その理由っていうのが7300年前、もしくは6300年前に起こったとされる光カルデラ大噴火なんです。あー出た。これはもうね、1万年以内に起こった自然災害の中でも地球最大規模の大噴火でこの被害を受けた地域はもう1000年以上人が住めなくなったっていうヤバすぎる大災害なんですよ。で火砕流に覆われた地域はもちろん全滅やし、うん、そもそも光カルデラっていうのは海底火山なの。で困難が大噴火したら大津波も起こると。まさに地獄絵図のような事態で九州一帯の縄文文化っていうのはもう壊滅してんのよ。一説によると四国にいた縄文人も絶滅したと言われる。おお、そこまでいけつない被害。まさにもう機械カルテラ大噴火の影響っていうのは西日本だけではなく日本全土大レベルでヤバくて、赤ホヤと呼ばれる火山灰はね東北地方まで降り注いだと言われてるんですよ。見てください、これ地図で見るとこんな感じね。火山灰が30センチ積もったよって地域。長っ。ここまでが20センチ積もったよ。はあ。九州四国あたりはもう火山灰まみれになってる。もうほぼ終わってるね。ぎっしりと。これめちゃくちゃすごいのはここ見てください。はい。火山が積もってるエリアが、うん、三重県のあたりでピタッと止まってるんですよ。ほんまや。こっから先は0センチ。あら。火山灰自体はそれよりも広範囲に降り注いでるけども、この三重のラインから先は積もるほどの被害は出なかった。そしてね、ここが現在伊勢神宮がある場所なんですけども、はい、ここ
おお、ギリギリ心ない。いやギリギリ外れてる。え、この火山灰の被害をギリギリで受けないポイントに伊勢神宮があるってすごくない？もちろん当時この場所に伊勢神宮ないですけど、この辺の地域自体が守られてる感ありませんか？ありますね。それを知っててここに伊勢神宮を建てたのか、はい、偶然なのかわからないですけども、うん、伊勢神宮すげえって感じになりますよね。確かに寄りとしてたらすごいよね。まあとにかくね、この地球最強レベルの大噴火のせいで九州の縄文文化壊滅どころか、うん、西日本全体がもうとんでもない打撃を受けたわけですよ。しかし縄文人といえば、うん、世界屈指の海洋民族でしたよね。はいはいはい。翡翠や、ね、黒曜石といったお宝の交易を日本だけじゃなく世界規模で展開していた縄文人はこの大噴火でも諦めませんでした。諦めません。縄文人は諦めません。生き残った縄文人の一部は、ね、火山灰まみれの土地を出て旅に出たんですよ。中に東日本に向かう人もいれば、船を出して大陸を目指す人もいたわけですよ。はいはい。そして旅に出た一部の縄文人が中東にたどり着いていたのだとしたら、うん、めちゃくちゃ面白いですよね。どうなってくるとさっきの話とね。ダメソボタミア文明を立ち上げた膠着を使うスメラ人の正体は、うん、九州にいた縄文人だったっていう。ここまで来ると、まあ、超都市伝説的なお話なんですけども、うん、まあ、当時の縄文文明の技術とか日本各地で見つかるシュメール古説文字があるわけですよ。そして機械カルテラ大噴火とメソポタミア文明の始まりのタイミングっていうのは、うん、奇妙なほど一致していて、はいはい、ね、それを考えると全くつながりがないってことはなさそうなんですね。なさそうですよね。ちなみに熊本県にある創建年代不明の平立神宮に伝わる言い伝えっていうのも、うん、めちゃくちゃ面白いんです。平立神宮にはね、うん、この平立の地こそが人類発祥の場所であり、うん、この場所からあらゆる人類が旅立っていったと伝えられてるんですよ。おー、そうなん。今でも残ってる。そして世界中に拡散した五色の人種、うん、ね、すなわち五色人の長はスカイに出てから何年かに一度はこの平立の地に集まって、うん、その度に世界平和について話し合っていたよっていう、そういう伝承が平立神宮に残ってるんですよ。すごい伝承やね。 そしてこの風習は今でもね大切にされていて、5年に一度全人類の祖神である五色神をお祭りして、地球人類が互いに認め合って助け合うっていうね、和合の世界を願う五色神祭っていう祭りが行われているみたいなんです。今でもこの伝承が本当だとしたらもうとてつもない歴史だしね、うん、先ほどの話ともめちゃくちゃつながりませんか？めちゃくちゃつながってる。宮下文書の冒頭シーンに出てくる神々の名前がね、明らかに火山の噴火を表していること、移動してきた人々がシュメールを連想させるシュミセンに住んだということ、そしてその移動のきっかけが機械カルデラ大噴火だとすれば、宮下文書の始まりは6000年から7000年くらい前の出来事やったということになりますよね。そうやね。そして機械カルデラ大噴火の影響をねそこまで受けなかった東日本の人々はその地に残って、うん、まあ、独自の文明を発展させていったわけですよ。東日本に残った縄文人たちは、まあ、当時のマストアイテムやったね、うん、諏訪さんの黒曜石をね広げまくり、うん、で重要なお宝やった翡翠っていうのは新潟県の糸魚川で加工されて日本各地に流通していきましたと。さらに服装もめちゃくちゃおしゃれ、アクセサリージャラジャラの入れ墨入れまくり文化で、うん、イケイケやのにイケイケ武器なし、うん、戦争ゼロっていうね、そういう生活を1万年以上作るっていうね、すごいよね。その理想郷を築いていったわけですよ。で東北シリーズの考察をベースにするなら、この東日本の人たちがユダ神を信仰し祭祀を大切にした古代出雲族だということになりますよね。となるよね。だから大国主とか長洲彦なんかもこの系譜につながっていく。東日本の話が、うん、まあ、東北シリーズとか、うん、出雲口伝とお伝えしてきた内容なんですよ。はいはいはい。逆に言うと、青銅滝打ち文書の内容っていうのは、うん、この西日本の話、機械カルデラ大噴火によって日本を出たのが、うん、天照スサノオ、月読みの子族やったってことになるんですよ。なるほど。そういうことなの。天照スサノオの子族は中東に着いたわけですけども、うん、まあ、最初は天照が祭祀王、はいはい、でスサノオが統治を務めるっていう形でうまくいってたけども、うん、次第に対立して、はい、まあ、敵対して別の国になっていったと。そしてアマテラスの系譜であるシュメール、すなわちスメラ王国とスザノオの系譜であるエラム王国が争うことになったわけですよ。うんうん。まあ、青銅滝打ち文書の伝承やとね。伝承やとね。で、エラム王国のエラムっていうのは東の地を意味し、その首都はスサと呼ばれてますよね。で、スサノオっていうのはゴズ天皇っていう牛の頭みたいな名前で有名ですけども、うん、その首都スサにもお牛信仰があったんですよ。ピッタピタ。ピッタピタなんですよ、これ。で、最終的にこのシュメールは、このスサの王様に滅ぼされるわけなんですけどもね、アマテラスの氏族は大陸からの北上ルートで日本に到着して、はい、スサノの氏族は朝鮮半島からの対馬ルートを経て日本に戻ってきた。戻ってきたと。で、この因縁は日本でも続いた。続いたと。で、つくよみはまた別のルートから日本に入り、うん、その一部が古代出雲族と交わって巨大な勢力となっていったっていう。い
いやだいぶ見えてきたね。見えました、全容が。全容が。そう。ついに。つくよみの人たちは、要は古代出雲族と合流してるから、うん、出雲と畑氏とかくっついてるんですよ。はいはいはい。でもその後に南からやってきたアマテラス勢に最終的には取り込まれるっていう。縄文人が世界中に拡散した理由がね、機械カルテラ大噴火だとすれば、まあ、これまでしてきた考察ともめちゃくちゃ一致するやんか。この被害のデカさを見ると、うん、ね、さっきの火山灰の位置も、ほぼ日本の真ん中やったやんか。確かに。ね、三重県のあたりで。古代日本が西と東にスパンと分かれたのも、もしかしたらこの大噴火の影響が大きかったのかもしれないっていう。確かに。そういうふうにも考えられると。そういうことか。四国あたりも全滅してるからね。してるもんね。ね、もちろんこの辺のお話っていうのはもう古すぎるというか、うん、まあ危機とかで一切記されてないんですけどもね。うん。なんと、うん、ちゃんと日本の昔話の中にも、もうヒントとなる記述が残されてるんですよ。そうなの？そう。それが以前こちらの動画でお話した蘇我物語なんです。まあ、蘇我物語は鎌倉時代に成立して、まあ、南北朝時代から室町時代に発展した、まあ、作者不明の軍記物語なんですけどもね、うん、これめちゃくちゃ面白いんですよ。この物語は鎌倉初期の幕府を震撼させた、うん、蘇我兄弟の敵討ち事件の伝説、まあ、実際にあった話を描いたものなんですよ、うんうん、でこの敵討ちの舞台が富士、うん、富士の裾野っていう場所なんですよ。舞台が富士なんですよ。あらまあ。そして敵討ちの相手が、うん、藤原家の流れを組む、うん、工藤祐経であり、はい、主人公が蘇我兄弟なんですよ。めっちゃハマってる。まあ似てるのは名前だけなんですけども、まあ、蘇我氏といえば藤原氏の子孫中富氏に倒されてるわけですから、うん、蘇我物語でも名前だけで言ったらその逆をやってるのが面白くないですか。そうなるね。しかも富士で、うん、これはもうなんか宮下文書も繋がってきそうですよね。ちなみにこの蘇我物語をモチーフにした能とか歌舞伎っていうのはめっちゃ人気あったんですけども、うん、なぜか戦後の GHQ によってタブー視されてるんですよ。あらまあ、まあ、敵討ちは良くないよみたいな理由やったんですけども、うん、ただの英雄伝記物語をGHQ がタブー視するって、うん、意味わからんすよね。なんかおかしいね。そう、この蘇我物語のマナボンには、うん、日本国がどのようにして始まったのかっていうのが記されてるんですよ。お、そうなん。ここが重要なのよ。お、超古代日本の手がかりとなる蘇我物語の記述。超超古代の日本、もう気が遠くなるほどの遥か昔ですよ。蘇我物語の冒頭ではその時代っていうのは何十万年にもわたって神代の時代っていうのが続いてたよ。そういう風に記されてる。しかしある時に長い長い間続いた神代の時代が終わり、うん、新たな王が現れました。その王の名が鬼王。鬼王、阿鼻と呼ばれた鬼王の一族は神代の時代が終わってから7000年もの間日本を治めていました。まあ、こんな感じなんですよ、始まりがね。敵討ちの話にしては、うん、冒頭シーンなんか意味深じゃないですか。なんかね。桃太郎も竹取物語もかごめかごめもね、残ってる歌っていうのは重要なメッセージが含まれてましたよね。この蘇我物語も相当ヤバそうなんですよ。おとぎ話、まあ、一寸法師もね、浦島太郎も全部そうですよ。はいはい。王を解くと書いて、うん、王解き話、おお、そうとも言われるので、はいはい、有名どころの昔話っていうのは、うん、古代日本のとんでもない秘密を握ってそうなんですよ。なるほど。蘇我物語に登場する鬼王阿鼻の一族がね、7000年前に現れたっていうのはかなり重要ポイントですよね。蘇我物語が作られた時代から考えると、まあ、7000年っていうのはちょっとオーバー気味ですけども、うん、まあ、機械カルデラ大噴火のタイミングとも重なってくるじゃないですか、うん、だから具体的な数字が示されて、はい、そのタイミングで王権が入れ替わってるよと、うんうん、7000年前までは別の神代の世界だったよと、これはっきり書いてるのなかなか面白くないですか。なるほど、それはやばいね。そう、そしてこの蘇我物語の記述によると、うん、ね、その7000年後王権が変わるタイミングの時の、はい、鬼王阿鼻一族のトップは、うん、長曽根彦だったよって。はいはいはい、そう、はっきり記されてるのよ。そうじゃった、そうじゃった。だから7000年間ずっと日本を統治してたのは長曽根彦の一族だったよってことですよ。で、出雲国伝の伝承やったら、はい、長曽根彦こそが、まあ、古代出雲族の王やったよと伝わってるので。やってたもんね。古代出雲族が7000年間ずっと統治してたよって話に繋がってくるのよ。いやこれいろんな話と繋がるでしょ。これピタ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 いくね。そう、鬼の一族イコール、うん、古代出雲族っていうのは間違いなさそうなんですよ。なるほど。そして蘇我物語では7000年間日本を統治していた阿鼻一族に敵対する勢力が現れて、うん、それが宇賀焼会津王朝の岩レビ子だったよと、はいはいはい、ね、伝えられてるんですよ。そして岩レビ子に倒された長曽根彦は東北に逃げたということなんですよ、うんうん、長曽根彦を倒した岩レビ子っていうのは、うん、まあ、アマテラスの子孫じゃないですか。はいはいはい、ね、
このアマテラスがもともとは九州に住んでたね、光カルテラ大噴火でね、逃げていった、縄文人の一族やとすると、はい、また日本に戻ってきて、戻ってきてとんでもないリベンジマッチを果たしたと。わー、そういうことね。そういうことになるんだ。一回中東挟んでアマテラス、サロン、ツクヌ一族は言うたら、光カルテラ大噴火のタイミングで日本を離れてるわけですからね、そっから長い長い時を経て、いろいろ混血とかもしながらも、はい、日本に戻ってきて古代出雲族を倒せるっていうことはもう、これはもう、スーパーロングスパーのリベンジマッチだ。蘇我物語ではね、この鬼王一族より前は神代の時代が続いてたよと記されてますけれども、その神代の時代と九州の古代王朝が覇権を握っていたのかもしれない。そしてそれが宇賀焼会津王朝の岩レビ子につながるとすれば、宮下文書とかね、他の古事故でね、不自然な形でぶち込まれる、なんか長すぎる宇賀焼会津王朝の謎にもつながるかもしれない。一見すると宮下文書も海外から侵略されてるっていう風に見える内容も、さらに過去を遡って深掘りしていくと、全然違う形に見えるから面白いですよね。とだ今回はね、もう宮下文書の冒頭シーンの考察ということでね、まあ全然まだ中身深掘りできてないんですけど、いかがだったでしょうかね。次回からはよりね、宮下文書の記述の部分を深く深く読み解いていき、暗号を解読していきたいと思います。はい、ようやっとね。ぜひ皆さんの感想コメントでお聞かせください。はい、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に僕らの SNS もあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、まだいち早く先行で僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE も概要欄から登録できますので、ぜひチェックお願いします。はい、ということで本日はこの辺でございます。またね、バイ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 。